はい、皆さんおはようございます。今日は金曜日なんですけども、仕事が夕方から平日なんですけども、いつもの1号店まで来てます。今日はね、そこまで寒くなって釣りがしやすい気温になってきましたね。はい、じゃあ始めていきましょう。ちょっと浅いから何個下行かないとダメですかね。たまにはパサゴ釣りたいですね。ここもうほとんどが村沿いばっかりなんですよね。ここね、パサゴは今まで2匹しか出てないですね。だってもうすでに今日渋い感じがしてきましたね。だって水温はね下がってると思います。ここ数日の寒さだけど。あ、当たりましたけどね。ちっちゃいな、今の。もうちょっとちっちゃいんでしょ。ぶっかすぎますね。お魚ちゃんと食べられないかもしれないですね、これちょっと。ヤリイカの出始めがね、体が薄い感じでいい餌になってたんですけど、だんだん時間が経つにつれて身が熱くなってきて、魚が食べられない暑さになってきたような気がして、結構ね、身が熱いんですけど、ちょっと太鼓リールに糸、ギアの方に糸が巻き込んでるので、今はピットインしてます。見てわかる通り、ここで黄色いラインを使ってます。最初の頃は透明な普通の糸を使ったんですけども、特に朝方の薄暗い時間っていうのはラインがね、すごく見えなくて、最初一回巻いたのが透明で、その後はずっと黄色にしてます。釣りね、最初初めて10分ぐらいかな、またビューが一回あったんですけど、それ以来沈黙になっちゃいましたので、1時間やって当たりが1回だとちょっとめげますね。当たりましたね。ズンって当たりでしたね。一回だけでした。お、当たりです。いや、ちっちゃいな、これ。プル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 って。10センチないやつですね。もしくはなんか別の魚か、ボラとか、ちょっと若干当たりが出てきましたね。あとね、ここね、そこまで水深深くないんですよね。多分今釣ってる穴って1メートルあるかないかぐらいですね。魚はね、そんなに多く集まってない気がしますね。やっぱりあったかい時期はね、上がりが多くて楽しいですね。この冬はやっぱりしんどいですね。ここの穴沿いで釣れる魚としては、まあいつも釣れてるムラサイ、カサゴ、あと銀行、まあそのぐらいなんでね。なんか事故ってあれですね、キジハタとかアイガメとか連れてくれないですかね。これ
も最近よく言いますけど、ここでこう動画にならないですね。なんでこれ捨ててるんだろうね。ちょっとさ、釣り場さんの皆さん、もうちょっとさ、大切にした方がいいと思いません？本当にアホが多すぎます。もう本当にアホですね。めちゃくちゃ当たりましたね、今ね。多分ね、キリに取れてるんじゃないですか。